中に毛が入っちゃうんですよ。なんか毛が多いから、うん、それを刈ろうと思ったらバリカンで内側を刈ってもいいんだったら刈るんですけど、もしかしたら角度的に変な毛に見える時があると思うんですよ。でも飼い主さんが気にならなければ土の中に毛が入ってることが、そのまま今のままでいいんですけど、結構土の中に入ってるので、うーっていった。了解。これでもブロックしたんだよ。しました。ブロックしたときに攻めに入ったんです。これぐらいで、ちょっと軽くこれ持って、はい、ありがとう、お疲れさんでした。よいしょ。もかちゃん手腫れないで、しょうがないか、しょうがないんだよね。夢に参ってきました。はい、ありがとう、お疲れさんでした。はい、のかちゃんの静脈点滴の留置芯が入ってる手のブレッシング巻き直しです。ゆっくりパンパンだもんね、こっちね。でも点滴は止まらないね、全然。うん、言わないです。それはすごいよね。そんなにチップはしないよね。まあでも寝てることは多いでしょうから。はい、もかちゃん顔見して。終わった。終わったよ。